あら、どうしたのグリッドちゃん。ため息なんてついちゃって。あ、先生、それにドロテア、いえ別に大したことではありません。そうならいいけど、いつも眉間にシワを寄せてばかりよねグリッドちゃんって。それはまあいろいろと、何かと悩みの種は尽きませんので。問題を起こしてばかりの幼なじみのことや実家のこととか、その実を言うとですね、つい先日父から手紙が届きまして。あら、空手を履くからいいわね、娘思いの優しいお父様で。それはそうなのですが、内容が問題でですね。どれどれ？あら、縁談の話じゃない。面識はありません。名前は聞いたことがあって、商人の身から爵位を得た同盟領の新進貴族だとか、おそらく家名に箔をつけるため私の持つダフネルの紋章が欲しいのでしょう。ああ、やっぱり。まあそうでしょうね。どうかしたのですかドロテア。グリッドちゃん、私この人知ってるわ。歌姫だった頃に言い寄られたもの。ろくな男じゃないから絶対にやめといた方がいいと思う。ですが多額の持参金を用意してくれると言っていますから、多少のことには目を。持参金の出どころを聞いたらグリッドちゃんきっとひっくり返っちゃうわよ。え？あなただって血にまみれたお金で家を建て直したくはないでしょう。ま、噂の域は出ないけどね。調べた方がいいと思うわ。先生はどう思います？調べに行きません？決まりね。それじゃあ学級のみんなに相談しましょう。私は。ああ、わかりました。いらっしゃい。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。またの。調べれば調べるほど悪事の証拠が出るわ出るわ。本当にそうでしたね。とにかく今は大修道院に戻って。待ちなガキども。おとなしくそこの女を差し出すんだね。ちょっとばかり用があるんでね。私まさかあの男が。面倒事になる前にグリッドちゃんを捕まえてしまおうって魂胆でしょうね。で真実を知る私たちを始末すれば悪事の証拠を持つ者もいなくなる。グリッドちゃんは絶対に渡さないわ。さあ急ぎましょう。奴らの狙いはグリッドちゃんよ。彼女だけは絶対に守らなくちゃ。逃がしゃしねえよ。私の力見せてあげる。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。先生奇襲有利思います。さあ仕事だ。狙う。はあ、目標沈黙。舞台に上がるより緊張するわね。勝ててよかったわ。戦いの空気苦手だ。見せました。勝利。みんなの心燃やします。報酬は弾みましょう。一刻も早く彼女を捕らえなさい。あの商人が俗に指図しているのね。なら奴を倒せば増援は止まる。驚きましたな。柄じゃないんだけどな。僕は後ろの方で寝てたいのに。遅れんじゃねえぞ。私だって鍛えてるのよ。助ける。もう無理しない方がいいかな。助かったわ。予想通りの結果ね。支援感謝します。では満足できないな。障害解除です。やあ、戦果一つ上がりました。全力で行く。我が敵ではない。また障害は消えた。これで任務甘い。負けるはずもないわ。ブリギットの誇り見せました。この程度では満足できないな。これで終わりか。シガにかけるに足りませんな。つまらん任務だ。甘い。目標沈黙。強くな。ごめんなさい、隙があったから。この程度で止まりはしません。今日でも何でもないさ。ころに敵が潜んでいるなんて、まったく本当にしつこい。これも仕事だ。はあ、地獄で寝てろ。たとえ我が身が倒れようとも。助かる。僕に今必要なのは撤退と睡眠だよ。ありがとう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。勝利、みんなの心燃やします。鍛錬。戦果一つ上がりました。導いてみせる。賞賛はあったの？見て。目標沈黙。礼を言います。行きますか。情けない。助かるよ。我が敵ではない。戦いの空気苦手だ。ありがとうございます。へい、寝てたらダメ。ようやく負けましたか。迷惑をかけてすみませんでした。いいのよ、気にしないで。それよりクリットちゃん、怪我はない？はい、おかげでこの通り。この件はお父様にきちんと報告しなければなりませんね。グリッドちゃん、おかえりなさい。もうお父様への報告は済んだの？はい、おかげさまで。先ほど大修道院に戻ったところです。今回の件を伝えたところ、すぐに破談にしてくれると。あんなものと縁故を結んでは持参金どころか逆に家が食い潰されかねませんから。そうね、ほんとよかったわ。ドロテアも先生もいろいろとありがとうございました。そうそう、別にいいのよ。放っとけなかっただけだから。私のグリッドちゃんを渡すわけないでしょ。あんな紋章が欲しいだけの男になんか。え、はあ、いつの間に私はドロテアのものになったのでしょう。あ、ドロテア、この流れで渡すのもなんですが、よかったらこれを受け取ってください。あら、指輪？もしかして。そう言われればその可能性もありますね、先生。グリッドちゃんが危うく手ごめにされて。からかわないでください、ドロテア。そんなつもりで渡したわけでは。あなたにお礼をしたいと思ったのですが、何を渡したものかわからなくて。とにかく私の持ち物から喜んでもらえそうな品を探したつもりです。同じような指輪の一つや二つ、あなたなら持っているかもしれませんが。グリッドちゃん、もうしょうがないわね。ならこの指輪は一旦先生に預けましょう。私もつけるし、先生がつけたっていいし、もちろんグリッドちゃんがつけても。たまにはおしゃれもしなくちゃ。ドロテアにあげたものですから好きにしてもらっていいですが。先生、何やってんだ？分かったけど、なんで静かにする？あ、怪しい奴がいるからか。あいつ、どこで何をしようってんだ。先生、さっさと捕まえようぜ。様子を見るってそんなまだろっこしいこと、俺は嫌だな。あいつは悪いやつだって俺のよく当たる勘が言ってるんだよ。ほら、何かあってからじゃ遅いって。これが落ち着いていられるかよ。先生、いいか、俺が。あの道の先には確か子供がよく集まる広場が。させるかー、おりゃー。カスパル君、なぜ先生の言うことを聞かなかった？そりゃ、これは理由を問うているのではない、反省を促しているのだ。確かに君の考えた通り、奴は悪人だったろう。でなければ大声を上げる君を見て即座に自決を選ぶなどありえないからな。だろ？だから俺は。だが君のせいでそれ以上のことは何もわからない。奴が何を企んでいたのか、何者なのか、仲間がいるのか、全ては謎のままだ。腕に入っていたサソリの入れ墨、これが手がかりといえば手がかりだが、もし奴が大きな組織の一員だったら、それを倒す機会を君が潰したことになる。仮にそのせいで大きな被害が発生したら、君は席を終えるのか？いや、そういうわけには。なんでだよ先生、俺もあんたも悪くねえだろ。ほっといたら子供たちが危なかったかもしれねえんだぞ。黙って見てるなんて俺はできねえからな。よっ先生、調子はどうだ？随分生徒にも慕われているな。そう愛想がよくも見えないのに意外だよ。ま、あんたの実力は確かだし、不思議というほどじゃないか。最初は懐疑的だったが、教師に抜擢した上の判断は間違っていなかったんだろう。そこまで言うか。そこが見えんやつだな、あんたは。ま、結果良ければ全てよしか。しかしあんたが傭兵上がりなのは未だ信じられん。私も子供の頃から傭兵だったが、あんたみたいに軍師の真似はできないし、王族や貴族と付き合うなんて肩が凝りそうでごめんだ。ああそうだ、家が貧しくてな、口減らしのため家を出た。傭兵を選んだのは身入りがいいからだ。自分に向いた仕事ではあったが、偉そうな貴族に雇われる必要があるのかな。その点セイロス騎士団はいい。偉そうな貴族を殴っても問題にならん。冗談だ。だがいい契約相手なのは確かだよ。私はセイロス教徒じゃない。騎士団の中じゃ例外中の例外だ。レアさんに拾われたから、その恩に報いるために騎士でいる。やっていることは傭兵の延長みたいなもんだが、この前デアドラに言ったように、あんたと仕事することも増えるかもな。騎士団には風変わりでえらく強い連中が揃っているが、あんたはすぐに抜きん出てくるだろう。恐ろしくもあるが興味も湧く。あんたのその行く末にな。ありがとう。面倒ごと。ふむ、いつか。ここにいたか、リンハルト。フェルディナントか。何の用？これまで君にはあの手この手でかわし続けられてきた。だが今日はそうはいかない。覚悟を決めたまえ、リンハルト。貴族としての責務からは逃げられないと、その身に刻み込んでくれよ。はあ、今日の君は本気みたいだね。なら僕もそれに応えるしかないか。おお、ついにその気になったか。今また一人の貴族が真なる道に立ち返った。それではリンハルトよ、訓練場に行くとしよう。ああ、それじゃあさよなら。な、逃がさんぞ。ダメだ、もう走れない。さあリンハルト、観念したまえ。ちょっとお互い休まない？情けないな。少しだけだぞ。それにしても君は意外と速く走れるのだね。本を読んでばかりで体がなまっていると思っていたが、この私が追いつけないとはな。面倒ごとから逃げてばかりだったしね。それで足が速くなったのかも。だけど君の脚力も大したものだったよ。さすが鍛えている貴族は違う。久しぶりに本気で走ったし、なんだか気分がいいな。そうか。今日のところはこの逃走劇を君の鍛錬ということにしておいてやろう。さて、私はもう少し走り込むよ。次こそ君に追いつけるようになるためにな。これだけ走った後に？本当に君はいつも全力なんだね。全力のどこが悪いというのだ。悪くなんてないよ。君を見ると心からそう思える。